はい、はい、突撃インタビュー、はい、12月5日今日はビューティフルサンデーでございます。何やればいいですか？どこでもいいよ。ぐるっと一周してきてまた篠原信義に、あ、高山さん家行ってないもん。これ一番肝心なとこですね、この高山さん家のカレー。あのですね、高山さん家のカレーです。私あの以前カレーフェスタに行ったんですけれども、もう夕ご飯いらないぐらいに、まあ、そう、あのですね、ステージに立ってたらカレーの匂いがすごいしてきて、もう、ですね、これはナス豚カレー、ナス豚カレーです。ナス豚カレーで500円です。めちゃめちゃうまいんですよ。カブとネギと、もう一つなんだっけな、カブとネギと忘れた、もう一つ野菜が入ってます。はい、カブとネギと秘密の野菜が入ってます。はい、これはあれですかね、篠原信義、信義篠原お兄さんも食べれる感じの野菜なんですか？大丈夫になってます。嫌いなものはちゃんとチェックしたので。すごい、篠原信義、信義篠原お兄さんが食べられるカレーということで、きっと子供たちも食べられると思います。はい、あ、あとはあのこちら先ほどあのステージに立ちながら何だろうこれと思ったんですけど、光る泥団子、みんな磨いてるんですよ。これなんかすごくないですか？おー、なんか大人なびた顔の子いますが、すごい、いつも毎回毎回思うんですけど、こうすごい磨いててすごいなと思うんですけど、これが完成版ですかね。よく泥団子を作るとあの雨が降るって言いませんでした？なんかすごくこんなカラフルになっちゃうんだなと思って、すごいね。そして先ほどちょっと私クリスマスカードを作らせてもらったんですけど、ここで切り貼りして、で、ね、切り貼りするだけですかね。そう、クリスマスカードで、もう本当クリスマスですよ。もうクリスマス、皆さんは何をやりますか？私は篠原信義、篠原信義お兄さんのクリスマスコンサートに行きます。はい、はい、作ってますね、作ってますね。もうマリちゃんお手の物でしょ？あ、はい、はい、あのプレゼントもらいました、カードの。お名前は？ふちがみまりです。まりちゃんです。はい、あのガールスカウトの子なんですけど、もう前からすごくなんていうのかな、ねえ、かわいいんです。もうなんかね、今日あのクリスマスカードをわざわざ向こうまで持ってきてくれてね、もうこの子が主体になって折り紙を折っているみたいなんですけれどもね、楽しい？はい、ね、またいろいろ折り紙で作って。よろしくお願いします。またね。はい、ということで、あのそして最後にこのミニ四駆はどうしたもんでしょうか。あのですね、ライブステージに立ってるとですね、視界に入ってくるわけですよ。でこれめちゃめちゃ速いんですよね。それで脱線するんですよ。でさーって飛んでいくと、あの笑いをこらえながら歌わなきゃいけないっていう、あとこのウォーンっていう音にどう対抗して歌うかっていうのがあるんですけれども、飛び跳ねてるんですよ、見えますか？ピョンって。そうなんです。はい、ということで、ビューティフルサンデー12月5日は篠原信義フェアということで、今はステージに立って歌ってますが、なんかこの後いろいろサプライズがあるみたいで、はい。
サプライズ、なんかね、私もよくわかんないんですけど、なんか一つだけ聞いたのは表彰状が出るという何だろうか、表彰状っていう感じですね。で、私さっき誕生日を聞かれたんですね。で、10月ですって言ったら、あ、もう終わっちゃったんだね、誕生日に遠藤香織フェアをやってあげるから、でもう作ってあるみたいな感じのこと、なんかじゃあ来年楽しみにしてますので、もうこうビューティフルサンデー毎月、第1日曜日ですね。で、このようにアクアスの広場を使っていろいろやってますので、ぜひぜひ歌を聴きに、ご飯を食べに、この小物を作りにぜひぜひ来てください。突撃リポートでした。